おはようございます。アキラのゲームこそラスカラ実況です。はい、土日休ませていただきまして元気になりましたアキラです。リースがレベル104になりましたので、ちょっと腕試しでパブラボリアをやってみようと思います。パブラボリアってバダル大樹海に出てくるサブクエの強敵なんですけれども、貴族性が弱点なんですね。貴族性が弱点のキノコなんですけども、そいつをやりに行こうと思います。レベル104になりましてですね、潜在覚醒も5凸までしてます。能力解放も全部終わっています。で、スキルセット今回は二刀流にしています。エリクサーを積んで、で HP アップとか防御アップもガンガン積んでいます。で、クリティカルアップも長所を積んで、急所狙い、プラウドフォース、プラントスレア、特攻ブーストを積んでます。で、病気入れられますので、病気無効を入れてます。貴族性シールドも入れています。なところかね。うん、二刀流で、やりハイブースト、やりメガブーストを積んでるのと、ストック特技1とパープローブを積んでいます。パープローブっていうのがですね、デビルメイクライコラボの限定アークで取得できるものなんですけども、特技の最大ストック数を1回分増やしてくれます。なので、ストック特技1で特技1も増えますし、パープローブで全体も増えるというふうにしてます。で、ストック特技につけてない理由っていうのは、特技にって光属性なんですよね。だからそんなに必要ないなと思ったので今回は外しておきました。で、あと典型持ってますんで、召喚獣がですね、ユグドラシルを連れていくんですけども、溜まり次第すぐ使っていきます。使うことでですね、ストレングス、インテリジェンス、ディフェンス、マインドプラス 20% のバフが入ります。で、装備はですね、ブリュンヒルドとスカーレットブレードによってですね、ダメ凸を、3000上げてますね。で、あと H の指輪とグリーンダイヤモンドつけてるんですけど、まあこれ即死級がですね、ラスボスのところでね、結構連発で来るんで、それ用につけていますという状態でいきましょう。参ります。まあ二刀流にしてるのはですね、やっぱ時間が足りないんですよ。制限時間がありますんで、一刀流だと厳しかったんで二刀流にしてみました。リハーサルでは一回も勝ててません。でいきます。はい、速攻でもう十剣心を使います。はい、十剣心使っちゃいます。十剣心使うことによってですね、ダメ凸もさらに2000伸びますし、特技が全体の 40% 僕溜まります。ではいきましょう。流星章、はい。で、まあ、とりあえずこいつはね、最初こいつもこうやって即死級までいかないか、1体目は即死級まではいかないけどもね、結構なダメージを入れてきてあるんで、まあ、それはプラウドフォースで回復していきます。で、これが、終盤にも打ち込んできやがるんで、はい、特技をとりあえず使い終わったらエリクサー使います。はい、で、特技ストックがですね、十剣心のアークスキルにもよって、かつストック特技やパープローブによってですね、増えてますんで、もりもり溜まります。はい、でここで注意しなきゃいけないのが、即死級がガンガン来るので、もう結構 HP 削れてるんですよね。で、先にちょっと MP をある程度貯めときます。後になってから貯めるとあれなん で、あと二刀流してる理由がですね、 MP 溜まるのが早いっていうのもありますね。今150枚貯まりましたね。はい、もう一発で、あ、もういきますね。で、これでエリクサーはいつでも打てる状況にはなりました。で、超逸溜まってますけども、超逸は後で打ちます。はい、で、今グランドクロス来ましたね。これを食らった後とかに速攻で超逸食らうとやばいんで、回復をすぐに入れます。回復をね、なるべく、こう、おしおしおし、行きましたね。意外と超逸打ってくるんで、この後とかに。で、次2体出てきますね。敵が2体出てきますんで、2体出てきました。2体出てきたら確認したら超逸打ちましょう。超逸を打って、で、まあエリクサー使ってね、回復も入れれますんで、そこも踏まえて、タイミングはちょっと考えながらいきましょう。はい、とりあえず2体固まってほしいね。固まってから特技さんとか打ちたいね。固まってきたね。で、流星章やったら後輩に入れれるんでね。で、打ちましょうか、エリクサー。はい、エリクサー打ちまーす。ほんで打ちます。ここまで揃ってると、特技さんやったら、あーっと浮かされるんだよね、トルネストームでね。いいですね、流星章でガリガリ削れてますね。はい、いいですね。で、まだここまでだからね、気をつけとかないと、 MP をしっかり貯めとかないと、次にまた4体出てきません、ね、次4体出てきますから、その時になってから MP がないよりかは今貯めといた方が良き。で、チョイスも溜まってますね。チョイスも溜まってる。おっと、痛いの来た。覚醒使っちゃった、ここで。あ、で、ユグドラシオ溜まってましたね。ユグドラシオ溜まったら、もうすぐにバフを入れていきます。これで4つのステータスがこれでアップしますんで、
この典型をね、あの思う存分使っていきます。はい、固まってくれてるんで、これで流星章でも、ね、特異1でも全部入りますね。はい、おっと、いた、連発来た。で、一体が削られてきたから、あー死んだ、一回死んだ、やばい。ここで一回死ぬのは計算外、これは計算外ですよ。それはいかんよ、これはいかん、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 これはいかん、これはいかん、よくないよ。これはラスボス用だったのだ、最後の最後用なのに。ほら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 、ここはでも万全で4体目に行きたいね。4体目なんですね。次の4体出てくるところに行きたい。はい、1、3はわりかしカウントしてくれるんだけど、2がね、やっぱり火力素で伸びない。ほら、もう一発来た。ここは大丈夫、これは大丈夫、大丈夫っつうか結構やばいけどね、結構やばいけどね。ここ特技使いとかだったくなるから我慢してます。あんまり良くない状況で行くね。次にあんまり良くないね。4体とも揃うまで待ちましょう。4体とも揃うまで待ちましょう。回復したいけど、1,2,3,4 体来ましたね。4体とも出ましたね。はい、じゃあ行きましょう。はい、で敵の数が多いのは、あの意外とプラウドホースとか回復も早いけども、超越ゲージが溜まるのも早いっていうのもあるん で溜めましょう、集めましょう、集めましょう。ここでね、ほんまあのロストマグネスとかね、ブラックホールとかあるとね楽なんだけどもね。やばい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 、ほら回復間に合うよ、間に合うよ、間に合うよ、よし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 、いいぞ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 、間に合ってる間に合ってる。でちょっともうそろそろ使いたいな。エリクサーを満全に、もう溜まった、もう溜まった。ここはこのままエリクサー使わずに抜けれるかもしれない。エリクサー使わずに抜けるというのも一つの手やろ。ここはこれやったらもうだいぶ削れてるもんね。そのこの2対4体の時はね、そんなに強くないのよね、数はたくさん出てくるから。その代わりだから、これエリクサー温存でいこっか。別に温存する必要もないんだけどもね、あのすぐ回復ができるからね、時止めで回復できるエリクサーは次で活かせれるかもしれない。よし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 、さあラスト、残り5分でラストまで来ました。行きましょう。いい、いいね、いいね、ダメージ入ってますね、ゴリゴリ入ってますね、減ってますね。はい、でね、やばくなったらやけども、あ、もうたまたね、誘導して使っていこう。この召喚獣の使う意味がね、だいぶ変わってくるよね、典型があることによってね。ステータスがアップするからね、その回復とかそういう役割だけじゃなくてね。ほら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 、痛い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 、飛ばされるね。はいはい、そろそろエリクサー使いたくなっている僕がいます。っていうか調子使える、行きます。超筆はね、あでももうラストももう1回ぐらい溜まるから、最後にとどめに使うのもいいかもね。でね、貴属性マイナス50だもんね、こいつ貴属性でやっぱ攻撃してる方がいい、ね、どうしても光属性であれよりも、ね、そろそろエリクサー使いたくなっている僕がいますけども、エリクサー、はい、でさあ削ろう削ろう、ほらほらほら、ほらほら、あーでもカンスト出てないから、これやったら装備別のの方が良かったかもな。スカブレじゃなくてね、呪放送リフィアとかあっちの方が良かったかもしんないなと思いつつも、結構出てんね、結構出るには出てるね。はい、いいよ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 、はい、さあ通常攻撃にちょっと切り替えていきましょう。これね、回復できるタイミングに回復すればいいので、これあーうわうわうわ、よし、もう MP 溜まったね、もう MP213 まで速攻溜まってくれたんで、はい、これでいつでもエリクサーが打てる状態をキープしつつ最後まで削り切ろう、削り切ろう。これでほら、痛い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 、もう超逸も溜まるね、超逸も溜まるんでいけそうな気がするぞこれは。はいはい、
一回 H のビラも使わされてるからな、良くない状態、良くない状態なんだけど、ほらほら、ここでもう一回エリクサ使っとく。いや、まだまだまだ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 だ、超いつも使っとく。一回もう残り3分しかないしね、時間もあれやしね、ね、ここでここで転生層使いのエリクサー使いのでしょうか。浄化の星よ、エリクサー唱えて唱えて唱えて、よしよしよし、間に合った。栄翔がね、栄翔がちょっとあれだよね、もうね、俺行け、こっからこっからこっから、あ、で止まってる、ユグドラシルも止まってた、ユグドラシルも使うよ。からの、ほら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 、風よ、ここからはトコキさんの連発。あ、あ、来た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 よ。これはいっちゃうんだよね、いっちゃうんだよね、いっちゃうから回復しないとね。いけるかいけるか いけるかいけるか、これ連発来ないで、あ、いや、ああだか、いいとこまで行ったけどね。どこまで行ったんやけども。ね、やっぱそこでね、超質がとかきついのが来るから、ね、本当は H の指輪とグリーンダイヤモンドを最後に置いとかなあかんかったんやけども、先に使われてしまったっていうのが敗因だね。うん、ただまあ、やっぱ、それやっぱ火力は結構出るし、耐久力も十分なところはあるなと思ったんで、まあ、多分積むとしたら、まあ、カンスト出てないところがあったから、やっぱり、真珠層ラフィアとか、リフィアだっけ、うん。あの辺ですね。真装装備とかあの辺を積んだ方が、つかぶれじゃなくてね、の方が良かったかなという反省をしつつ、もう一回やりたいなと思うけども、まあね、動画も長くなってしまうんで、これぐらいにしとこうと思うんですけども。で、まあやっぱりその僕の中でリースの強みって、前の動画でも言いましたけれども、自分自身が強い、うんぬんよりも、味方全体を強くしてあげれる効果を持つ。で、かつ自分自身もこんだけの耐久力と火力も持ってるって、すごい強いと思うんですよ。これまでのバッファーで言うと、歌姫ティンキリとか、ミコティリっていうのは、すごくバッファーとかヒーラーとしての性能はとても強いけれども、短期ではどうしても戦うことができなかった。短期での耐久力も弱かった。っていうのが、それも持ってる上に、かつ、リースの場合、いるだけでですね、全体に対してのバフ効果を持つっていうのが、やっぱ大きいなと思うので、いろいろ試してみたんですけど、何かしら参考になりましたら、高評価お願いします。まあ、ほんま勝ちたかったらね、勝って高評価をしてもらいたかったけども、もうちょっとレベリングして、ちゃんと突録にして、とかっていうことを考えたらですね、まだまだいけるかなと思いますんでね。とりあえず今、突後、レベル104という状態でやらせてもらいました。で、まあ、今日の夜もですね、またね、ライブの方でですね、今日は紫のね、ウニ集めですね、そちらの方に、精を出そうと思いますので、よかったらそちらの方も遊びに来てください。それでは、今夜のライブでお会いしましょう。ではまた。勝ちたかった。